はい、続いてはフリートーク後半のコーナーでございます。よろしくお願いします。今週はですね、インスタグラムでライブ配信をしながら、放送していきます。そして引き続きレインボータウン FM88.5 の YouTube でも、ライブ配信しながら放送していきますので、ぜひコメントをよろしくお願いします。早速ね、 YouTube でもまだコメントいただいてます。納豆の今話をしていたんですけど、ですね、納豆いつものスーパーで売り切れって、やっぱり今食べてる人が多いんですよね、きっと。だからね、売り切れしてるところが多いみたいです。そしてね、ちょっとね、滑舌が悪いっていうねコメントもいただいたんですけど、私今矯正をしていまして、結構ね聞き取りづらいところがあると思います。ちょっとそこら辺はご了承ください、すいません。ね、インスタもっていうコメント来てます。そうなんです、インスタもやりますし、レインボータウン FM さんのライブ配信もしていますので、ぜひどちらも見てコメントお願いします。あ、タイエーカントリークラブさんは月何回ぐらいですかっていうコメントいただきました。今はですね、あのコロナウイルスの影響でちょっと行けていないんですけども、タイエーさん、そうなんですよ、あのインスタグラムで昨日アップしたんですけど、あの4月からスポンサーをしていただくことになりました。ありがとうございます。皆さん行ったことはありますかね。あのタイエーカントリークラブさん、都心からだいたい車で60分ぐらい、あの空いていたら60分かからないぐらいの結構近めなゴルフ場さんで、すごい綺麗なコースなんですよ。あの日本庭園をイメージされていて、もうクラブハウスを入ったら、まあ、ガラス張りになってるんですけど、そこからもう見える景色が本当に綺麗で、本当に日本庭園です。あれ、ここゴルフ場だっけっていうぐらい、池があったり、ちょっと滝みたいな、水が流れていたり、お魚さんが泳いでいたり、すごく綺麗なゴルフ場さんです。もともと今私ガッチャさんの、あのウェアを着てるんですけど、3年前ぐらいからですかね、ガッチャさんのメモリアルコンペが年に一度開催されるんですけど、そこで、その開催のコンペがタイエーカントリークラブさんだったんですよ。なので結構、まあ、年に2回ぐらいは行ってたんですけど、まあいろいろご縁があって、今年4月からスポンサーをしていただくことになりました。もう本当に嬉しいです。まさかタイエーさんからそういうお話をいただけるとは思ってなかったんですけど、もう光栄ですね。もう新型コロナウイルスちょっと落ち着いたらたくさん行きたいなと思っております。でタイエーカントリークラブさんは結構フラットなコースで、比較的、皆さん回りやすいコースだなって思います。あの女性の方でも、あのレディースティーからだったらそんなに距離もないですし、フラットなので、まあ、疲れない、カートとか乗っていても楽ですし、歩きでもそんなに疲れないコースだと思います。ただフラットだからといって舐めたら結構スコア崩れてしまうコースでもありまして、池がたくさん あるんですけど、まあ、ちょっと気をつけないと池に入ってしまったりとか、あとはグリーンが大きいっていうのがあって、パーオンしたとしてもグリーンをしっかり攻略しないとなかなかパーボギーが取れなかったり、あとはバンカーがグリーン周りとか多いので、そこに入れないように戦略を立てていくのが結構鍵となっていくコースですね。ぜひ皆さん、タイエーカントリークラブさん、もしね、ちょっと新型コロナウイルスで今はちょっと外出自粛要請が出てるんですけども、落ち着いたら行っていただきたいなと思っております。お、久しぶりに朝練を行ってきましたと。いいですね。まあなかなか今朝練とかも行けない状況なのかなと思うんですけど、でも練習場はその自粛要請とかも出てないのでいいですよね。私も今家にネットを張って、まあ、雨とかの場合は一回閉じてやったりしてるんですけど、家ではパター練習とかをしております。皆さんはどうですか、家では何をされてますか。もう私は本当ね、もう毎週言ってるんですけど、アニメを見てますねお、今日はゴルフしませんのと。もうね、ゴルフしたいんですよ。もうゴルフしたすぎて夢に出ちゃうぐらい本当にゴルフしたい。でやっぱりゴルフしないとすぐできなくなっちゃうじゃないですか。スイングもわからなくなってしまいますし、まあ、せっかくちょっといい調子で来てたんですけど、最近はなかなか触れてないっていうのもあるので、ちょっとまたコースに出た時は怖いなと思います。
皆さん、なんかおすすめの自宅での過ごし方があったらぜひ教えてください。おはようございます。そうなんですよ、納豆の話をしておりました。納豆ね、皆さん食べてますか？さっきね、ちょっと前半のコーナーでも言ったんですけど、私の納豆の好きな食べ方が、納豆にキムチを乗せて食べるという食べ方です。まあ、そこにね、私マヨネーズが好きで、マヨネーズもちょっとかけるとよりまろやかになって美味しくなるんですよ。なんかって思うと思うんですけど、ぜひ試していただきたい。マヨネーズの味は消えます。不思議なぐらい、納豆にまずまあお醤油とかからし入れるじゃないですか。でその後にマヨネーズを少し追加して混ぜると、本当に納豆の粘りがあるじゃないですか、粘りがもっとふわふわになってまろやかな味になるんですよ。なのでマヨネーズが苦手な方でもマヨネーズの味はそんなにしないので、ぜひ食べていただきたいなと思います。お、みおちゃん、納豆に何入れるって早速コメントいただきました。僕は砂糖と醤油と丼入れるよ。丼ってお魚ですか？丼って知ってますか、ディレクターさん？うんっていう声を。あれ、丼って何ですかね。でもあと砂糖を初めて聞きました。なんかいろんな食べ方があるんですね。面白い。お、今ですね、今タイヤカントリーさんに来てますとコメントがありました。後藤社長ですね。53ゴルフ、そしてゴルフスキンの後藤社長が今コメントいただきました。タイヤカントリークラブさんに今いらしてるみたいです。ですね、53ゴルフさんのショップがなんとタイヤカントリークラブさんにできたんですよ。クラブハウス入ってちょっと歩いて左側に53ゴルフさんのショップ、オーダーメイドの靴だったりとか、確か日焼け止めスプレーとかタオルとかいろいろ販売されていたと思います。ぜひタイヤカントリークラブさん行った際はそちらのショップにも寄ってみてください。コメントいただきありがとうございます。ということでね、あっという間に後半の時間が終わってしまいました。引き続き東京もお楽しみください。ありがとうございました。